湯本慎一は、日本の元レスリング選手、陸上自衛官、和歌山県和歌山市出身、和歌山県立和歌山工業高等学校、拓殖大学卒業、身長164センチメートル、北京オリンピックレスリング男子フリースタイル60キログラム級、銅メダリストの湯本健一は、双子の2位。レスリングは、小学3年生の時に、父の哲也が、 自宅に作った道場で始めた。和歌山工業高校時代にインターハイで優勝した後、拓殖大学に進学。2007年4月、自衛隊体育学校に入校。2008年12月、全日本選手権で初優勝する。2011年11月、世界選手権でロンドンオリンピック出場枠獲得を目指したが、準々決勝で敗退した。12月、 全日本選手権で優勝し、ロンドンオリンピックアジア地区予選出場が決定。2012年3月30日、ロンドンオリンピックアジア地区予選を勝ち上がり、ロンドンオリンピック日本代表に決定。その8日後に兄の健一も代表に決定し、日本のレスリング史上を初めて双子でのオリンピック同時出場が決定した。2012年8月10日、 ロンドンオリンピック男子フリースタイル 55kg 級の初戦でキム・ジンチョルに第一ピリオドを取られてから2から1で逆転勝ちをすると続くミフラン・ジャブリャン戦はテクニカルホールで勝利して準決勝に進出。準決勝ではウラジミール・キンチェがシビリに1から2で惜敗したものの3位決定戦でブルガリアのラドスラフ・ベリコフに2から0で勝利し銅メダルを獲得した。 綾の国厚労賞を受賞。2013年、2012年世界選手権、女子 59kg 級日本代表の島田加代子と結婚した。2015年に地元開催された、日の国我が山国体を最後に現役を引退した。ありがとうございます。